着物を反物から仕立て上げるということですよね。もちろん着物の種類は何百種類とありますけども、それが和裁師の仕事です。その創作を始めるにつけましてね、で自分で、まあ、名前をつけようとというのは、染屋さんのは作家さんっていうんですよ。で染めの作家さんですね。でその作家さんっていうのは必ずと言っていいほどこういう名前がつけられてるんです。でつけられてまして、で判子を落款っていうんですけども、その落款を押してあるんですよ。ですから私も自分のこれ作ったものですのでね、まあ、名前を考えて、それで落款を作ろうということで、まずこの和紙を、まあ、和裁師で生き続けるという意味なんですけどね、で和紙用という名前をつけたんです。まずですね、一番最初にその取り組み始めたのは、まあ、切りばめという技法なんですね。要するにまあ、これもそうなんですけども、この場合には端から端まで続いてますよね。でこれも一つの切りばめの種類です。で私がやりたかったのは、もちろんこれもあるんですけども、例えばこの真ん中をね、例えばこれ丸でくり抜いて別の切れをはめ込むという、それが綺麗にできなかったんですよ最初。で、まあ、今はなんとかね、人様に見せられるようなものがまあまあできたかなと思ってるんですけどね。この土台の材質と氷炭のこの材質は全く違うものですから、ね、ですからこれは非常に難しい切りばめ、あれまた、布の象眼ということになります。黒くなってるこの線のところは、これは切りばめにしてあるわけなんですね。差をかけることによって下の絵柄が直接見るのと風合いが全然違ってくるんですね。部分的に差をかけたものは影楼仕込みという名前をつけましたので、これは影楼仕込みの形は道中切ということになります。こちらの方は土台の布が全部あるんですね。それで全部に差をかける。紗というものは薄物ですから、夏に使用するものということがほとんど、そういうイメージを持ちだと思うんですけれども、この見過ごし仕立ての場合にはこれは冬に着用するんですね。で表に紗がありまして、その下が絵柄の布が全部あるんですね。さらにその裏に裏の布があるんです。もうなんて言ってもね、基本です。でまあ何でもそうですよね、技術はね。で、まあ、私この和裁もやはり基本というのはまず縫うことなんですね。で縫うのもその縫い方もいろいろあるんですけども、直線縫いですね、まっすぐにまず縫えること、糸こき、要するに糸が布とね同じ長さにならなきゃいけないわけね。糸が短いと布が縮まっちゃいますよね。まあそれを直すのが糸こきなんですけどね。コテをかける、まあ、コテってまあアイロンと同じような働きのものなんですけどね、コテをかける。でうちの要するにね、弟子なんかにもこの3つのうちね、1つでもかけたんでは、例えば2つがうまくいって1つがダメだったらダメなんですよと。でまあ、私創作ね今やってますけども、やはり創作やりにしてもちゃんとした基本がねきちんとできてなければ必ず長続きはしない。それ例えば調理人なんかにしてもすごいじゃないですか、包丁の数がいっぱいあったりして。でも和裁はない、そんなにないです。でもそれが和裁だと思ってます。それもまた素晴らしいと思ってます。要するに針でしょ、ハサミでしょ、物差しでしょ、そんな素晴らしい道具ねない職業で、それであるだけのものができるということを逆に私は誇りに思っております。
伐採のね我々全国仲間いますん で100年もちろん経過してるところも神奈川県だけでも 1,2 回ありますよ。やっぱ100年って長いですよね。やめないでね、潰されないでここまで来たっていうのは本当にねすごいことだと思うんですね。で継続は力なりという言葉もありますけども、まあ本当にね先代も大変だったと思うんですけどもね、あと息子にと思ってるんですけど、環境時代全然違いますからね。ですから今現代に即したその衣装研究会をね考えてでやっていただきたいなと思ってます。